皆様、改めましてこんにちは。ただいまご紹介をいただきました地元選出の茨城県議会議員の梶岡博樹と申します。小学校の時のあだ名がこの木なんの木梶岡博樹だったんで、キャッチフレーズはこの木なんの木梶岡博樹なんですけども、昨日ですね、市民の方に今日は地震と雷が来たから、その後は梶岡博樹だろうというご指摘いただいて、地震、雷、梶岡博樹と呼んだから決めたもんですから、新たにキャッチフレーズが一つありました。本日は茨城県会食公民連盟の取り手守屋総支部の総会がこのように開催されますことを、まず思ってお喜び申し上げます。私、31歳の時から県会議員の仕事をさせていただいているんですけども、いつも名前支部長のお名前で招待状がいただけると、いやありがたいですと思うんですけども、教鞭を取られて教育現場の中で携われておられた先生方の前でお話をするというのは非常に若者にとってハードルが高いもので、招待状をいただくと私もありがとうございますと思うんですけども、非常に緊張する思いであります。ただ私、政治家になりまして一つだけ良かったなと思うことがあるんです。それは政治の話を表立って話せるということなんですね。美容室とか床屋に行きますと、プロ野球と政治の話はお客さんとしてはいけないとか、そういったタブーだと言われています。プロ野球は分かるんです。ところが好き、ところが嫌いって喧嘩になっちゃう。だけどもやっぱり政治っていうのは今後の日本の将来、そして地域の課題、そういったことが大切でありますから、やはり喧嘩になってでもどんどん議論はすべきだと思うんです。ただこの今日本は 3.11 や竜巻が起きまして、今非常事態です。非常事態の時は普段政治の話をしない方々もどん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 政治を話をするんで、これが著しくこのとても顕著にですね、政治を進化させると私は思っております。5月6日の竜巻の災害の後にですね、5月13日に渡辺芳美代表とともに筑波の市原市長にご説明いただきながら竜巻の被災地に入りました。そしたら屋根がないんですけど半壊なんですね。やはりそこに住まわれている方は屋根がなかったら全壊なんじゃないのと、お母さん方は皆口を揃えて言っておられました。そして倒れかかってて危険な空き家、筑波の市長さんが非常に困ってるんですけど、倒れかかってる空き家も法律上所有権がありますので手を出せないんですね。隣の方々からこの家危ないから市長さん壊してよと言っても全く手を出せない。ですから今非常にこの日本の制度がですね、法整備が非常事態向きではないということで、今どんどんこれ議論してですね、災害時そういった時にですね、国民の安全が守れるようにどんどん改正をしていかなければいけないと思っております。で5月の17日に今度は石岡市笠間市の氷の被害を見てきました。そしたらビニールハウスやいろいろな農作業をやる施設がですね、梨とか菊とかそういった農作物も氷でだいぶ被害を受けてるんですけども、あまりに局地的なんで、なかなか支援制度がないんです。日本の災害っていうのは広域的で、皆さんが被害を被った時に、国や県が支援をするスキームがあるんですけども、あまりに局地的すぎて、支援する制度がないということで、やはりこれも皆さんで議論をしてですね、法整備、きちんと変えていかなければいけないと思っております。で、やはり今、小学生の方々、もしかすると誤解してるかもしれないんですけども、日本の総理大臣は1年交代、1年限りなんです。1年任期なんですかという誤解をしている子どもたちもいると思うんです。ですから、20年で14人、そして5年で6人、総理大臣が変わるというのは、世界的に見ても日本だけですので、やはりこれは制度的に変えていくんですね。国民の皆様が直接総理を選べるようなシステムに変えていくことが今必要なのかなと思っております。ですからこの非常事態を機にですね、皆さんが国民的議論をして日本の形をそろそろ変えていくところだと思っております。本日ですね、守屋小学校というのが今改築しておりまして、季節外れなんですけども改築工事のために今日運動会をやっておりますので、このご挨拶が終わったら駐座させていただく、誠に恐縮なんですけども、ご理解をいただきまして、そして本日ご参加の皆様のご健勝とご健康をお祈り申し上げまして、私、梶岡博樹からのご挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。